実は一回並びすぎてて、あの、たんでしたから。で、俺昔よく来てた記憶があって、最近全然ご無沙汰だったから、逆にその味がどう進化してるかとか、なるほど。その辺はね、ちょっとすごい楽しみだ。はい。はい。脇役じゃないな。主役主役。ザ・豚骨魚介ラーメンって感じです。こんにちは。ということで、名店シリーズ。名店シリーズです。はい、今回は、はい、老舗シリーズだったかな。超老舗ですね。もう20年ぐらいになるから、はい、老舗と言っても過言じゃないな、これは、はい。こちらですね、江東区の、はい。これどこですか？深川。深川です。本当に？深川にあります。公開坊さんにやってまいりました。はい、楽しみだね。はい、実は一回並びすぎてて、あの、断念したことがあるんですよね。そうなんですよ、はい、並びすぎて断念したことがある、はい、でも今回は、はい、なんとか並んで来たから、はい、どんな感じになるかね、ちょっと楽しみだけど、はいはい、先輩よりも、そう、古いか同じぐらいなんで、あ、なるほど。で、俺昔よく来てた記憶があって、最近全然ご無沙汰だったから、逆にその味がどう進化してるかとか、なるほど。その辺はね、ちょっとすごい楽しみなんで、はい、はい、行ってみたいと思います、はいはい。ようやく店内に入りましたが、素晴らしい接客がね、素晴らしい接客です。奥さんなんですよ。奥さんご夫婦でやられて、でもなんか、ね、確かなんだけど、一番最初は、はい、なんかの店主さんのご兄弟と一緒にやられてた感じが、記憶があるので違うかな、なんかそんな感じ、いつの間にかこちらのご夫婦だけっていう感じになったような、ごめん、これはちょっと勝手に言ってたかもしれない、なんかそんな記憶あります。でも中に入るとさ、店内にラーメンのいい匂いがするね。そうですね。ああ、素晴らしいね。しかも券売機がないから、手会計で2人でこの席数回してるってなかなかで、すごい、まあ、接客が素晴らしいね。本当に素晴らしい、これは。バイバイ。席まで届けと。そうだよ、席までと。カウンター越しに出さないから。すごいね。頭が下がります。何席あるの？15席じゃないですか。15席を数、手会計15席2人、手でこれはすごいね。手でお出しして下げるのも、うん、やる、これはすごいよね。メニュー見たらさ、つけ麺があったんだけど、はい、昔つけ麺がなかった記憶あるんだけど、はい、最初じゃつけ麺ですか。いや、とりあえずラーメンの会社だから、はい、すごい、今見た中国人観光です。はい、すいません。観光で来てる人もいるんだね。でも前回も、あの、海外の方並んでました。そうだったね、諦めたところな。そうか、すごい。だから多分こうやって中国のなんか日本でいうルルブみたいな東京版みたいなのに多分出てるんだと思うんで、それで来てんだね。いよいよ、はい、我々の順番、はい、なんかこのドキドキするの独特な感じですね。いいね、あの、楽しみみたいなね、はい、よし、さあいよいよテーブルに案内されました。はい、あ、ありがとうございます。すいません、お水が厳しい。奥様とご主人の優しいこの接客が、きっと味にも表れてると思います。だって先輩、あ、これお箸、多分一回一回用意してるんだ。ですごくない？いや、半端でね。こんなことある？すごい。やばいね。一回一回用意してるんだ、これ。やば。すごいね。すげえ。はい、ラーメンお2つですね。はい、ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。
ではいただきます。麺じゃん、いただきます。麺じゃんも綺麗だな、ね、うわぁ美味しい、味わいが深いね。はい、これ文化庁なんですか、わかんないけど、なんて言うんだろう、優しいけど奥深い、はい、優しいのに奥深いってすごいね、はい、何がすごいかさ、ネギがフレッシュだよ、朝切ってるね、本当だ、香りがありますね、うん、麺も美味しい、うん、素晴らしいね、うん、うまい、美味しい、なんか脇役じゃないな、主役級、あ、これはみんなもびっちり作ってますね、うん、うん、うわチャーシュー食った、美味しいね、うまっ、これチャーシューうまい、全く切り抜きしてないんじゃないですかね、うん、20年行列作り続けるってなかなかできないからね、こういうことっすね、こういうことだよ、うん、魚介ラーメンって感じだし、うん、あ、おいしい、よかったな、あっという間、いくよ、はい、ということで本日は江東区深川にまいります、東海坊さんに伺ってみました、はい、やっぱりね、20年行列が続くには秘密があったということで、ぜひね、皆さんも来てこの味を感じていただければと、そうですね、感じてくださいですね、うん、これ、はい、どうもありがとうございました。